はい、どうも、リュースアクアリウムです。今回ですけども、父がとんでもない金額のカメラを持っていたということで、そのカメラを実際に使用してメダカの撮影をしていきたいと思います。それではどうぞ。はい、こちらがニコンの T5 というカメラになります。本体だけで約50万というとんでもない金額で、レンズでも20万という合計70万というとんでもない金額のカメラでした。使うのすごくヒヤヒヤしました。画質はすごく良かったので、これから重宝していこうかなと思います。これが実際に撮影した動画です。まあ今見た感じ、若干ピント合わせとかが難しかったのでブレてる時もあるんですけど、まあ比較的結構画質がよく撮れてるかと思います。ちょっとあの影とかで見づらいのはちょっと申し訳ないんですけど、これはこれで携帯とかタブレットよりが結構いいかなとちょっと考えています。すいません、ちょっとなんか結構画質っていうか、その影とかで見えなくなることが多いですね。ここはまあもうちょっと練習してうまく撮るようにしようと思います。それでは引き続きご覧ください。こちらが外にある生けすにいるメダカたちを撮った映像です。この日はすっごく寒くて、もうブルブル震えながら撮影していたんですけど、すごく久しぶりに綺麗な画質で魚とエビを撮ることができたのですごい嬉しかったです。まあ、映像で見て分かる通り、このメダカも結構画質よく撮れているので、結構僕的には気に入っています。では引き続きご覧ください。
あーこれ腰痛いな、やっぱきつい、腰よいしょ。最後までご視聴いただきありがとうございました。 Twitter では流星アットマークアカリウムという名前でやっておりますので、説明欄に自分の URL を貼っておきますので、よろしければ Twitter のフォローよろしくお願いいたします。あと YouTube のチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。